さて、村人の繁殖も、順調にいってるようなので、なんていうのかな、アイアンゴーレムのね、スポーナーをどこに立てるかなんですけど、私はマルチのサーバーではないので、スポーンチャンクに立てなくても、まあいいんじゃないかなと。なので、この大きいチェストに、ホッパーが繋がっていて、上からゴーレム降ってくるみたいな、それはどうだ？面白そうと思わねえか。そういうちょっと夢のある遊びをやってみようかなということで、ただね、ちょっとバランスが悪いんですよね。なので上のホッパーの形がどうなるかっていう感じなんですけど、ちょっと待ってね。まずよいしょ、ここからだよね。真ん中のラインはここで区切られていると思うんで、こっから1、2、3、ここが真ん中になって、チェストにつながる感じになるんですけど、残念ながら溶岩も使わなきゃいけないので、そうね、できたというか、ちょっとバランス調整でもう少しいじくりますけど、形がこんなになってます。ホッパーついてるね。ホッパーついてる。もうちょっと最後の段のやつを伸ばしてもいいかもしれないですね。一段下に、まあ形は良くなったかな。最後の段を上に伸ばした方が私としては使いやすくなるんですけど、下に伸ばした色が違うんですよね。でもまあ同じ色、なんていうのかな、このグラディエーションがかかってるんで、こっちはいいですけど、上と下の真ん中のところの方が長いと思ったんで、ちょっと長めに撮ったんですけど、上に伸ばしちゃってもいいかな。今だとちょっとバランス悪いですよね。夜見るとね、なんか綺麗ですね。あ、ライトアップしてみました、カードだけね。で、今からそのスポーンナーのね、ゴーレムをスポーンさせる機構の部分だけを作っておいて、まだ村人がね、今やっと8人になったとこなんで、今9人目が生まれたのか。で、行きやすいようにここによいしょね、はしごをつけております。上にちょっとチェストを設置しておかないと、もう移動がめんどくさくてダメですね。よいしょ、ここに設置しておいて、とりあえず丸石をね、使うことになりそうですが、あともう一つはね、ここの部分をどこかで溶岩を使わないと、そのあれを倒せないのでね、羊毛だと燃えてしまうので、それをどうするか考えてます。片焼き粘土っていうブロックがあるんで、それで似たような色があればそれを使いますが、ふむ。で、中は、ブロックの節約のため普通に丸石を使います。外から見えませんので。で、2階層分作れると思うので、そうですね、ちょっとここ落ちて死にそうだからやめとく、ちょっと埋めとこっか。よいしょ。それで埋めた後はですね、村人が入るそのポケットの部分を、まあ、ホッパーから突き出ちゃいますけど、上のね、ホッパーの、大型ホッパーのところから横から突き出ちゃいますが、それはしょうがないと思います。もっと 大規模なホッパーにすればね、よかったですけど、そうするとチェストとのサイズ、下のチェストブロックとのサイズが合わないので仕方ないのかなと。今の高さだったら落ちても死なないんでいいですけど、今ピースフルでやってるんで、ちょっとめんどくさいんで、モンスターと、あのクリーパーとか来て爆発すると大変なことになる。ご勘弁ください。でそれで2階層分できて、で次外側に出っ張る部分を何の材料を使ってやろうかなと。ドアを何枚置けばいいのかな。別に多すぎたらダメっていうわけでもないと思うんで、そこまで気を使う心配はないと思うんですけど、1、2、3、4、
じゃあプラットフォーム立ててこっか。 2×2 で大丈夫かな。ここさて、突然ですがクリエイティブの方でね、今私が何をしているのか全くわからないという人のために、簡単にね、ご説明しておきたいと思います。今回作るのはねアイアンゴーレムっていうね特殊なモブがいるんですけれども、村にねリスポンスする、それを、自然に沸かせて、倒すと、で鉄をゲットするという施設を作るということなんですけれども、特殊なモブなので、特殊な条件があるんですね、枠の。それをちょっと簡単にご説明しようかなと思います。アイアンゴーレムとあそこに歩いてますよね、これがアイアンゴーレムですね。天空の城ラピュタに出てきたあのね古代のロボットみたいな、もうあれを完全にパクってるんだと思います。あのバラを差し伸べるポーズとかねでこちらのモブはね村に湧くんですけれども、だから村を、どっかに作ってそこで沸かせればいいということになるんですが、村はどういうふうに構成されているのかというところから、理解しないとダメですね。村にはね家が必要なんですよ、うん、で、ゲームが家とねここは家だと認識させるためには、何が必要かというと太陽光が当たっているブロックと当たっていないブロックっていうのが必要です。で大前提としてドアが必要ですよということですね。こちらの方に見えますのはドアが青いブロックの上に置いてあって、その前後5マスが緑色の羊毛になってます。ここの前後5マスの以内のどっかの1マスに太陽が当たっているマスと太陽が当たっていないマスを作ることによってここは家ですよと認識させることが可能です。なのでわざわざこういうふうに、ドアを囲んでですね、ここに部屋を作らなくてもゲームは太陽光が当たっているところと当たっていないところで勝手にここは家だと認識されると思ってください。なのでつまりですね、あそこの前後5マス以内にこういう風にね太陽光が当たっているところと、当たっていないところを作ることによって壁がなくてもここは一軒の家になりますよというところを使っています。なので、こちらの方を組み合わせることによってゴーレムを沸かすことができるんですけれども、まだ条件があってですね、ゴーレムは1体ずつリスポンスするか2体リスポンスするかのどっちかになると思います。こちらの方今からね作るのはこう鉄をねなるべく回収したいので2体沸かせます。2体沸かせるためには、どういう条件が絡んでくるのかというとですね、20件のドアが必要になります。ここにね 10件の、家とカウントされるドアが10枚で、後ろにも10枚と。でこちらの方は太陽光が当たるとこと当たらないとこがあるので、ここは1件ずつ、このドア1枚1枚が1件の家だとカウントされるとご理解ください。でさらに村人も必要なんですね。こちらの方は守護神なので、守り役の人たちがいないとリスポンスしてくれないと思ってください。その必要な人数というのはね、2体沸かせるために必要な人数は20人になります。ちょっと分かりづらいですけど20人が、この家の近くにいないといけないと思ってください。正確にはね村の範囲っていうのもあってですね、村の範囲は村の中心部分から64マス四方だと思います。多分、大雑把に言ってその中に村人が20人以上いれば、村の中心部分の、ところでね、ゴーレムが湧いてくれますよというのが基本システムです。では具体的にね、自動的に沸かせて、どっかに集めてゴーレムを沸かせて、どっかに集めて、処理するという機構を作るためには、ゴーレムが湧く範囲というのを大まかに理解しないとダメになります。施設がね作れなくなっちゃいます。なので、村の中心部分とお伝えしましたけれども、村の中心ってどこというとですね、こちらの方を見ていただくと、片側にドアが10枚、片側にドアが10枚あって全部で20枚あります。こういうふうに、ね、直列でつないであります。で、もしこのね、ドア20枚以外にここにあの後ろにあるドアとか全部なかったとしたら、村の中心は一体どこになるかと言いますとですね、座標のドアがあるブロックの座標の平均値が、中心部分となると
思ってください。なので、ここの場合だとですね、もしここに20枚しか、この周りにね100マス四方ぐらいにここにしかドアがなかった場合は、片側に10枚片側に10枚あるので、平均値はここになるわけです。このブロック、赤いブロックね、なのでここが村の真ん中だと思ってください。この白い部分がね、赤と白で囲まれている部分が、真ん中だと思ってください。でそこからですね、そこを中心とした 16×16 というね、四方で、枠形になります。16×16 の、ね、正方形の中でゴーレムがリスポーンするということですね。で、ゴーレムがリスポーンするにはどれぐらいの面積が必要かというと、結構大きいですよね。モブ高さがね 2.9 あるのかな、で幅が 1.4 だったと思います。なので、ですが、必要な面積はね、リスポーンするために必要な面積は 2×2、 高さが4マス必要だと思ってください。なのでこういう端っこのところにね壁がもしあると、このブロックで湧こうと思ってもですね、このブロックが邪魔で 2×2 のスペースが必要なので湧けなかったりするケースもあるので、ちゃんとね、そこら辺を考えないと、最大効率が出なかったりしますので、で高さはどうなのかというとですね、こちらの方は平面なので、この 16×16 で湧きますよと。で高さはどうなのかというと、6マスの範囲で湧くと思います、ドアを中心とした。で私ここがちょっとよくわからないんですけれども、高さがねゴーレムは4マス湧くのに必要なので、もし、屋根をつけるんであればね、6マスの範囲内で湧けるので、2層作ることができるんですよ、湧く部分をね。各層4マスずつは最低取らないといけないので、まあ、こんな形になると思います。それか、ここを1マス下げるかになるので、ドアを中心とした多分6マスだという風な理解でいいと思います。なので、こんな形ですね、で 16×16 と。でも先ほどお伝えした通り、村の中心部分のコントロールさえしてしまえば、ゴーレムの集めるのがさらに、ね、容易になると思います。で今見ていただいているようにね、 20×20 の正方形、この白い枠ですね、白い枠があって、それぞれの四隅に4枚ずつドアをこうやって置きます。4枚ずつね。4枚ずつ置いて、それぞれが1枚ずつのドアが一軒一軒の家だとカウントされるように、ちゃんと屋根もつけて、ね、ちょっと一回寝ます。一軒一軒のねドアだと、一軒一軒のね家だと認識させると、村の中心部分がね、この場合はこの赤いブロックの、ど真ん中になります。ここですね、合わせるのは難しいですけど、はい。これはどういうことかというとですね、片側に4枚、ここの平面で考えると片側に4枚片側に4枚あるので、この4件の中心座標っていうのはここになりますよね。ここら辺ですね。でそれが4面あるので、真ん中がここになるということです。なので、もしこの周りに村人が20人以上いるのであれば、この黒枠で囲まれた部分で、ゴーレムが2体リスポーンします。先ほどお見せした通り2層を作ることができるので、ここをもうちょっと掘り下げてフロアをね2層にすれば脇面積が2倍になるので、より効率的に湧いてくれると思います。その時村人がね、ふらふら歩き回ると困るので、今回はこのようにサイドにポケットを作ってね、ここに、各ポケットにね、5名ずつぐらい入れて、全部で20人で、村の中心部分が赤いブロックなので、この周りで湧いてもらって水で押し流して下に落とすという機構を作りたいと思います。はい。で、ゴーレムがねこの場に残っちゃうとですね、もし2体、新しいゴーレムはリスポーンしないんですよ。しても時間がかかるのかな、もし1体いて1体いなくなったりしても。なのでなるべく早くね、このエリアから脱出させたいんですけども、どこまで脱出させればいいかっていうと、7マスですね、分ける範囲から7マス下がると、下がったり上がったりどっか連れていくと、新しいゴーレムを湧くようになると思います。はい。
なので一番簡単なのはここに穴掘ってね、下に落とすということだと思いますので、こういうふうにね、なので7マス、落ちてもらうんですね。ゴーレムはね、落下ダメージも水中水没のダメージも受け付けないので、殺し方としては、埋没させる、まあ、なんていうか窒息ダメージを、ブロックをね上から重ねてブロックでダメージを与えるか、溶岩が効果的なので、火力の高い、ね、溶岩で焼き殺すかっていうことになるので、ちょっとかわいそうですけどね、うん、で、こういう形にすれば、ちゃんと湧いてくれると思います。ドアは実際に20枚以上なので、ここを、削っても3枚ずつでも多分大丈夫だと思いますけれども、今回はちょっとまあデモンストレーションですね。これバラバラにね、こういう風に設置しちゃうと村の平均ね、こんな感じで適当に置いちゃうと平均座標が狂ってしまうので、中心部分がね、狂ってしまうということは、巻く範囲もおかしくなってしまうので、中心部分が極めて重要だと思います。村人のいる位置は、とりあえずどこでもいいんですよ、適当で。例えばそこに6人いて、ここに4人いて、ここに3人いてとかでも別に、20人以上いればこの周りにね、20人以上いれば OK だということです。で、これが一つの村の構成単位だと考えて、もしね、湧き層をもっと作るのであれば、先ほどお伝えした通り64マスの間は村とカウントされてしまうので、この周りにドアが1個でもあるとですね、ここも家だとカウントされてしまうので、例えばここにね、こういう風に屋根がついてたりしちゃうと、日光が当たるところで当たらないところだと、これがドアだとカウントされてしまうので、これもまた平均座標を狂わせて、この場合は多分ここら辺になるんじゃないかな、この周りの 16×16 で湧き始めてしまうので、ゴーレムがね、ちゃんと湧き場所で湧いてくれないということになるので、お家の近くとかに建てるとドアが使えなくなるという弊害点があります。なので、まず建て始める前にね、周囲に村がないか、余裕を持って100マス四方に村とか家がないかどうか確認して、もし家がある場合は、ドアが基本構成単位なので、ドアをぶっ壊しておけば、ここでちゃんと湧いてくれるということになります。たとえ家が残っててもね、ドアがない家は家だとカウントされないので、で、正確には65マス以上離せば多分大丈夫だと思いますので、これを上に重ねることも一応可能です。なのでここから65マス上がったところにもう一個同じものを作って、余裕があるのであれば掘ってね、ここから下にもうずっと下に掘って、65マス下にもう一個もう1フロア作って、2フロア目3フロア目という風に作って、さらに各村に2体ずつ湧くという形なので、そっちの方が効率は上がりますね、っていうのがまあ基本原則で、進めていきます。動画の中ではね、ちょっと試行錯誤してて、あやふや言ってることがあやふやなところもありますが、そちらの方をご了承いただければと思います。こちらの方全部正解かと、今言ってることがね全部正解かっていうと、私もちょっとあやふやな部分がある、高さとかねちょっとあやふやな部分があるので参考程度にお聞きください。ではまたサバイバル。4のスペースにこういう風にはまるようにする。あ、そっか、村人ドア開けちゃうじゃん、そうするとここにドアはつけられないね。足りるかな、こっち側2つしかない。あ、そこもまだ削れるから大丈夫かな。20枚は最低必要だと思うので、さて、今はねちょっと村人をそこに持っていく、そのね入れ場所にね、貯める場所に持っていくためのプラットフォームに移すためにこんな風にやってますけど、ちょっとどうしよう。あ、イカスミも欲しいんだよね。イカさんたちがねリスポーンしないかなと思って、ちょっとリスポン条件わかんないですけど、ああいう風になんかファウンテン、噴水作っておくとたまにいますよね。多分それもチャンクがあるんでしょうけど、私ちょっと勉強不足でわかんないんで、適当に作ってみたけどまだ湧いてないんで多分ダメなんでしょうね。高さも関係してるのかな、64以下じゃないとダメとかかもしれないですけど、ちょっと丸石取ってきてレバーで電源を入れられるようにします。さーて戻ってきましたけど、これどうすればいいんだ、ここ壊さないとダメか、よしよし、こんな感じでパワーをつなげるため、これちょっとスニーク状態だとレバーが触れないっていうのが嫌ですね
あそこまで送ったら、どうしよう、繁殖してくれるといいんですけどね。繁殖してく、下のあれドア壊せば多分繁殖するんじゃないかな。無限湧きはするかどうかわかんないですけど、繁殖しなかったらこの繁殖施設をちょっと128マス以上離したところに作って、こっちに持ってくることにします。で、今回は3名、2名か2名とりあえず呼んで上に連れていく予定でございます。よし、よいしょ。逃げ出しちゃうんだよね、その間に早くやんないと。かといってですよ、この人たちをどうするかですね。乗ってない人たちをどうするかですね。ちょっとこの人狙ってるね、出るの。いや、ここにこれ設置して、で、これで、あ、ちょっと、よし、 OK。で、この人はどこにも行けないので、あとはこの村人をどうにかしてどかすしかない。行け行け邪魔だよお前、道塞いでんじゃねえよ。おいお前、動かねえのか、動けねえのか。ちょっと死んでもらいますよあなた。ちょっとほら早く動いてくださいよ。ダメだ君はもう、ハマってしまったんだね。何回叩かないでしょやっとですね。よし、行ってこい。行った行った。さあお前もだ、さあお前もだ。よし、上まで行ったらあそこをぐるぐる回っててもらってると思うんで、一安心ですね。で、次は、ここ壊して、よいしょ、お、繁殖し始めた。できた。これでもう直接マインカートごとあそこにぶち込むわけですね。それ行ってこい。3名、ご一行様、ご一行様ご来店。あ、詰まったちょっとそんなことつまんないでよ、あなた。そこで壊せば降りるかな。繁殖し始めたぞ。これは儲けもんだ。ちょっと早く壊れてよ。ごめん。ちょ、君も入ろうか、とりあえず。ちょっとマインカード返してくれないとさ、ちょっと、困っちゃうんですよ。ごめん。君もちょっと居心地良さそうだけど、ちょっとマインカード返して。ちょっと邪魔なんだけど。邪魔なんだけど、死なれても困る。ちょっと早く、ちょっと邪魔、ちょっとマインカートで動いてる。ちょっと早く、一瞬で、オッケー。よしよし。ここからもう出られないようにしておいて。拾えるかな、うまく。 OK。 マインカートに乗って押されてる。水以上離れたところに、もう一つね、あれを作ったので、そっちの方が多分効率がいいんじゃないかなと思いまして、乗ってくれないか、誰か。よし。で、そちらの方に送る予定なんですけれども、この子たちが乗ってくれないと。よし、行っておいで。多分ね、128話しておけば影響は受けないと思うんですよ。他の村としてカウントされると思うんで。よいしょ。後でこれ全撤去しないといけない。ちょっとまた一大作業ですけど、しょうがない。それで多分ね、あの箱の中に入ってるはずなんですよ。入っててくれるといいけど、こっちの方がちょっと規模がでかいので。よし、
よし。さあこれで繁殖をするはず。よし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 。まあしばらく待てば増えていくと思います。さああっち戻ってもう一回ですね。よいしょ。村人増えた村人を、スポーナーの方、スポーナーの方に連れてきたいと思います。よいしょ。水流エレベーター作って、よいしょ、乗っておくなはれ。よし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 。やばいやばいやばい、死んでしまう死んでしまう死んでしまう。危ない危ない危ない。すまないすまなかったね。行っておいで。よし。それでですね、ずっと向こう側に今ね、スポーナーがありますけど、ちょっと従来の目的と、目的っていうかね、あのホッパーの形じゃなくなってきたっていうのがありますけど、村人がね、なかなか増えないので、多分ちょっとパソコン版は違うんでしょうね。もっとドアが必要なのかもしれないですね。ちょっと私その辺バージョンによっての違いとか調べてないので、 Xbox と同じ感覚でやって失敗するかもしれませんけど、手直しを加えなきゃいけなくなるかな、どうでしょう、ちょっとわからないので、ちょっととりあえず20人入れてリスポーンしなかったらちょっと、いろいろ調べてみたいと思います。多分湧くと思うんですけどね、20人で湧き始めると思うんで。よし、さあ行っておいで。一応それぞれのね、小部屋に5人ずつを入れたん で、それで終わりなはずなんですよね。よし、ちょっと待ってね。とりあえずこの人の乗ってるものを破壊して、よし。ちょっと君、あら、行っちゃうの。これでラスト1匹ですね。長かった。よし、とりあえずここ壊してですよ。ちょっとね、先ほどの形だと、さっきまでやってた形だとセンターポイントがずれてしまうみたいで、うまく湧いてくれないか、湧くレートがすごい著しく低下するみたいなので、 20×20 に変更しました。で、下はね、ちょっとガラスがないので、ちょっと今のところ、いじってないですけれども、で、上にもう一つ、建てました。建てるのはね、そんな難しくないので、ポポポってできるんですけど、村人を今からね、あそこに持っていくわけですよ。あそこはどれぐらいの高さかっていうと、今ここがね、63なのかな ?63 で、あの高さが180。村と村の間は、スポーナーとスポーナーの間は65は最低話しないといけないということを聞いたので、一応75取ってるのかな、70マスぐらい取ってますね、上に取ってます。なので、あそこまで連れていくのは非常に骨が折れるんですけれども、どうしようかな。下のスポーナーから2人継い出して上に持っていくか、無限に湧くやつを上に設置したんですよ今回は。なんで2人上に持っていけば、あとほっとくだけで、まあ、とりあえず増えてくれるんですけど、どうしようかな。ネザーからまた連れてくる、それ線路をね、外しちゃったのでまた敷き直さないといけないんですけど、下のスポーナーから連れてくるにしてもですよ、しても、70マスを上げるためには水流エレベーターを使うか、マインカートをそこから引っ張るかになるんですけど、どうかな。でも下のスポーナーはあんまりいじりたくないっちゅうのがありますね。じゃあネザーからにしましょうか。いやー、これまた一大公共事業ですね、多分。村人を2人上に連れていけっていう。まあ頑張っていきます。